JR 新潟駅の磐梯口です。こちら新潟駅の真下を歩いてくぐってみますと、JR 新潟駅の南口に到着しました。来年3月、階段などを使わず磐梯口と南口を行き来できる歩道が完成します。 JR 新潟駅は6月に全線の高架化が完了。現在は高架下の工事が進んでいます。これまで駅の南北を行き来するには階段がある連絡通路を通らなければなりませんでしたが、来年3月25日からはわずか80メートルの直線距離で結ばれます。今日は中原市長がこの高架下に設けられるバスターミナルの工事を視察しました。また駅直下には階段、エレベーター、エスカレーターが設置されますので、2階の改札階との行き来も今以上に便利になろうかと思います。来年度中の供用開始が予定されている駅直下のバスターミナル、複数箇所に分散している駅前のバス乗り場を集約し、電車との乗り換えもスムーズになります。やはり新潟市の玄関口であるとともに、県との駅でもありますので、多くの皆さんからご利用いただいて、新潟の駅というのは新潟の顔であるというふうに感じていただきたいというふうに思っています。磐梯口広場などの整備も進み、全体の工事が終わるのは2025年度中の予定。1500億円を投じ、2006年から始まった立体交差事業も大詰めです。